11日の朝です。今から登っていきます。頑張りましょう。車で来ていただきました。幸せ。こちらは利尻北八重町から、こちら上がっていって、こちら利尻山、こういうルートです。止まっていたのはここの靴型でしたので、ここかと思いましたが、ここが危険みたいですね。はい、5時半、今から出発です。頑張るぞ。日本百名水、甘露水、こちらです。ここでお水をいっぱい入れました。利尻のルールは載っています。3合目、姫沼ポン山ハイキングコース、こっち行きます。富め橋です。ここから国立公園特別保護地区に入っていきます。中の森4号目まで来ました。6時13分、40分ぐらいですね。なんだこのキノコ。エーテルワイスのようですね。綺麗ですね。標高610メーター、5号目にやってまいりました。きついね。きつい。綺麗。だいぶ上がってきたんですが、天気は良くない。6号目、760メーター。今天気が良くないですね。来ました。胸突き発症、体きついかもしれないです。何もまだ見えないですが、雨が止んできました。結構急になってきました。3時間かけて上がってきました。天気全然ダメだな。休憩ポイントのようで、休憩してる方がいます。次第からあと山頂まで130分と出ました。雨が止んできました。あと2時間、頑張りましょう。8号目まで来ました。1218メーター。あと残り500メーター上がれば2時間ぐらいで頂上に着きます。作ってくれたやつは昆布ピンクソルトって書いてあります。天気になあれ、なんて優しいんだーい。晴れてくればドーンと見えそうなんですが、どうでしょうか。トリカブトが
ゴ屋びっしりだっけ、リンゴ屋ですね。ああこれはゆったりできる素晴らしいリンゴ屋です。はい、9合目まで来れました。 1410m、 トイレもありますね。ここからが正念場です。小池大王たちがいます。雲がなんか切れてきたような気がします。頂上見えないかな。シコが咲いていました。今日スウェーデンとの勝負は夕方です。まだこれが利尻山頂だと思いましたが、まだ山頂があるのかな。行きましょう。このこんなワールドが待ってました。さあ登頂だ。頑張った頑張ったぞ頑張った。1721m、 利尻山山頂、ありがとう、ありがとうございました。無事乗れました。しましょう。
そう。驚いちゃうね。無事到着しました。戻ってきました。コースタイム通りですね。16時32分登って6時間降りて4時間、1時間休憩ぴったりです。ちょっとねお天気が残念でしたが最高でした。